はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間になっております。今週のオートバイ偉人伝、さあ今日はターさん誰を取り上げてやってくれるのかな。長尺になるかもしれません。面白い話ターさんが持ってきてくれましたんで、ぜひお付き合いください。それでは今日もターさんよろしくお願いします。です。はい、どうもこんばんは。ということで、本日、まあ、前回ですね、本田宗一郎さんの伝説ということでやらせていただきましたんで、今回はですね、まあ、本田宗一郎さんと、並ぶ、バイク界の2大巨頭ということでポップ吉村さんの伝説に、迫っていきたいと思います。はい、お願いします、ね。はい、日本は世界4大バイクメーカーが揃うまさにバイク大国。世界を大きくリードする日本のバイク文化の発展には欠くことのできない偉人たちの存在がありました。なんだ、本田宗一郎、はい、ポップ吉村、はい、重野修一この前のやる一応ここから入りたいこすり、こすりあくまでも個人の見解です、はい、パーツメーカー吉村の創始者にして、うん、チューニングの神様、フォーサイクルの魔術師、ポッピョ吉村の伝説に迫ります。はい、ということですね。お願いします。じゃあ最後までお付き合いよろしくお願いします。まあ、まずはですね、現在の吉村の姿とはということなんですけども、レースで培った技術をベースに妥協なき高性能高品質な製品を販売するパーツメーカーですね、世界中にファンを持つ唯一無二の存在です。本拠地は、神奈川県の厚木市、まあ割と偏僻なところにありますよね。アメリカ、タイにも拠点を持ちまして、世界中のバイクフリックの心をがっちり掴んで離さない、まああのですね、まあ、マフラー変えたいけどどこのにしようかななんつってね、迷ったら吉村です。もうこれは間違いないですね。はい、現在の最長は神の子、吉村富士雄、この人ですね。まあ、ポップ吉村のご長男ですよね。まあこの赤い、この、服着たひげのおじさんですね。これ、あれ誰ですかこれ。どっからこの素材持ってきたんですかこれ。もう、ただのバイク、やめろや、バイクファンですよね、これね。許可取れ大丈夫ですかね、これ。これ俺やこれ、こんな憧れの感じで握手してて、8体って戦えるんですかこれ。もっと、おー、切ってやんぞみたいな感じじゃないんですか。もう、憧れでしかない。はい、まあ、吉村、全ての出発点はレースで勝つこと。大手メーカーのワークスチームを相手に戦い、自社の製品の性能を宣伝するという手法がですね、まあ、いわばこれはもう吉村の販売戦略といった形になっております。鈴鹿8台なんかもそうですね。はい、福岡の家族経営町工場吉村モータースが世界一のアフターパーツメーカーに上り詰めるまでの吉村秀夫の壮絶な戦いを振り返ります。吉村秀夫、1922年、大正11年、博多生まれですね。飛行機大好き、機械大好きの吉村少年は、14歳で海軍少年航空学校を受験し、戦闘機パイロットとして2年間の厳しい訓練を受けました。まあ、いわゆるね、予科練なんて言われてたところですね。はい、ですがですね、訓練中の事故によりまして、まあ、パラシュート事故ですね、重体を負い、除隊となった吉村さんは、航空機の整備士としてですね、まあ、民間の、大日本航空に入社。これね、まあ、全日空とか JAL とかと、まあ、あんまり関係がない感じの会社なんですけど、戦争後に解体された会社ですね。はいはい、先日は軍に徴用され、シンガポールに赴任し、機関操縦士として、軍の要人を乗せたり、まあ、これはね、特攻に向かう、戦闘機の先導役として、ね、飛行したということを聞いておりますね。戦時中に妻、直江さんと結婚してですね、まあ、子供も生まれたんですけども、戦争により、予科練の同期219名中189人が戦死、もうほとんど死んでるんですね。だから、まあ吉村さんもそのまま予科練にいたら、まあ多分亡くなっていたでしょうということですね。はい、弟の清幸さんですかね、もう戦死なされました。特攻隊の若者たちをですね、まあ、多く見送った吉村さんの心は暗く、まあ、戦後の生活もですね、まあ、米兵相手の闇物資の横流しであるとか、まあ、博打と酒の日々であったというふうに聞いております。はい、そうは言っても、まあ、家族は食わせなければいけないということで、まあ、博多でお兄さんが営む鉄工所を手伝い始めた吉村さんのもとにはですね、
まあ、吉村さんがシンガポール生活で覚えた英語を話すということもありですね、福岡の米軍基地に駐屯する若い米兵たちがじゃんじゃん集まってきました。航空機関士だった吉村にバイクの修理を依頼する米兵が増え続けたことから、鉄工所の片隅に吉村モータースとパカッと看板を掲げて、まあ、二輪修理工場を始めたことが、これはもう吉村の起源となっていきます。ある日米兵の一人から、基地でドラッグレースをやるから出てみないかとの誘いを受けて、アマチュアのゼロ4レースに出場したことが吉村にとって最初のレース。まあ、その緊張感とスリルは、吉村が飛行機を降りてからずっと探し求めていたものではあった。好きだったんですな。その、レースの過程でですね、まあ、カムの山を高くすることでエンジンの馬力が上がることを知った吉村は、愛車 BSA の、エンジンをバラしてはですね、もうカムをゴリゴリ削って、組み込んでは国道をぶっ飛ばしてテストするっていうね、まあ、そんな作業を、日々繰り返しては基地のレースに参戦していました。はい、まあね、こんなね、正直言ってですね、まあ、そんなカムを、グラインダーと、ヤスリでゴリゴリ削っちゃって、組んで走る、まあ、そんなことができるのはね、まあ多分普通の人がやったらね、あの馬力が上がるどころか多分エンジンかかんなくなる、走らないです、うん、間違いない。こんなことがねできたのは多分吉村さんだけなんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあ天才だったんでしょうね。吉村がチューンしたバイクは圧倒的に速く、基地のレースを中心とした九州で敵なし、俺のバイクもチューニングしてくれという米兵たちがね後を絶えなかったそうです。若い米兵たちは吉村をポップポップ親父と慕ってですね、うん、吉村も彼らを息子のように扱い、ポップ吉村の名は広く世に知られていくようになります。福岡の米軍基地が閉鎖され、馴染みの米兵たちが横田基地に移ったこともあり、吉村も中央進出を目論むようになります。1964年に開催された鈴鹿18時間耐久レース、これはね、今の8時間耐久レースとはちょっと関係ないですね、MFJ でもなかったわけですから、ホンダの CB72、CB77 をチューンしたマシンを持ち込み、見事に優勝。吉村モータースは東京の福生に移転いたします。当時のホンダは F1 や世界グランプリ等のレースプロジェクトが忙しく、吉村たちが参加している市販車ベースのレースにまでは手が回らなかったため、まあ、あの直系レース、直系のレーシングチームであるテクニカルスポーツのマシンチューニングをもう吉村さんに依頼したんですね。次々に勝利を積み重ねる吉村ホンダの速さは、ついにポップ吉村が憧れの存在としていた本田宗一郎の目に留まり、あのバイクは誰がチューニングしたんだ、ちょっと借りてきて調べてみろなんて、社内の技術者に指示をするわけですね。そんな流れで、ホンダ研究所に運び込まれた、吉村チューンの CB はですね、まあパワーチェックをされてバラバラに、バラされて、まあ、ホンダの技術者たちに、研究されてですね、まあ、そのエンジンを開けた中でもうピカピカに磨き込まれたポートなんかを見て、思わずもうホンダの研究者たちはですね息を飲んだっていう話ですね。はい、吉村のチューンした CB はホンダ研究所がチューンしたものよりもはるかに馬力があり、これに驚いたホンダは自社の技術者に2週間でこれより馬力のあるバイク作れそんな発砲かけたということですね。まあそのことによってですね、ホンダの社員の、中にはですね、まあ、吉村を目の上のタンコブとして嫌う者も出てきた。そりゃそうでしょう。まあ、そのタイミングと相まってですね、ホンダは自社のレーシングサービス部門 RSC というのですね、まあ、これ HRC の電子ですね、を立ち上げ、吉村との契約を突如打ち切り、吉村が必要とする部品を注文しても部品を供給してもらえないというような事態が続いたんですね。まあ、これはですからね、まあ、吉村のことを嫌っていたそのホンダの技術者たちの嫌がらせだったんじゃないかみたいなこと言われてますけど、いずれにしてもね、ホンダさんの伺い知るところではなかったということらしいんですけども、まあ、以降吉村は、打倒ホンダに執念を燃やすようになるっていうね、まあ、はしごを外されたようなもんですからね。でもね、やったるわって感じですよね。その頃アメリカの大手ホンダ販売ディーラーから CB750 をチューンしてほしいとの依頼が吉村に舞い込みました。まあ、これはですね、ホンダワークスが、アメリカのレースから撤退してしまったためなんですね。まあ、そうすると、まあ、ヤマハとか、川崎のバイクがどんどんレースで活躍するとホンダのバイクが売れなくなっちゃったんで、まあ、なると困るんでっていうことで、まあ、吉村さんに白羽の矢が立ったっていうことらしいんですね。でいつかは、まあ、アメリカで勝負したいと考えていた吉村がアメリカに持ち込んだ CB に装着したマフラーがバイクでは世界初、現在でも吉村の代名詞集合感でありましたということですね。
これ、CB754 ってまあまあ言われる、機種ですね、まあ、こんな感じでマフラー、両サイドに2本ずつ4本ついてるんですけど、はい、これが吉村の集合体になると、まあ、こんな感じ、スキッとこうなる、まあ、こうやって、まあ、4本出てるものを1本にまとめれば軽くなるじゃないかっていうところで、作られたのが元なんですけど、まあ、集合させたみたらなんだか知らないけど馬力もトルクも増えていた、はい、これはすごいもんだっていうようなことらしいですね。これがレーシングチューンの、CB700 ですね。あ、まあ、この頃は黄色じゃなかったんですね。まあガリガリですね、これはね。もう、余談ではありますが、吉村の集合感は後に研究を重ねられサイクロンマフラーへと進化していきます。まあ、単純にですね、軽量化のための集合から、まあ、集合部の、集合配列ですね、あのパイプの配列とか、集合位置のこう結合位置の微妙な組み合わせでこう集合部から先の排気の流れに渦を任せるっていうことにより、うん、排気効率を高めることでパワーを引き出すっていう仕組みから、まあ、サイクロンマフラーと名付けられたんですね。うん、まあ、イメージ的にはこんな感じですね。ここからビューッと出てきてぐる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 ビューッと出ていく、うん、これは、まあ、ペットボトルの水なんかをこうぐるぐるぐるっとそうだ、ね、バーッと出るっていう、分かりやすい、こんな理論と一緒ですよね、うん、話的にはね。デイトナ200をはじめ数々のアメリカ国内レースで活躍する吉村のマフラーやパーツはアメリカで大人気となり、アメリカ人と共同経営という形で吉村はついに念願だったアメリカ進出を果たしましたということですね。のですが、まあ欲を出したアメリカ人の共同経営者は吉村が日本から送るパーツの売上金を全て使い込んでしまい、それに業を煮やした吉村は自らアメリカに乗り込むことを決意した。最低やな。これに反対したのは吉村の経理を担当していた長女の奈美子さんと、まあ、その夫でもう弟子の森脇さんですね、はい、どうしてもアメリカ行きに賛成しない長女夫婦とも大喧嘩のあげくにですね、しまいには感動してもらっておめえらも言うこと聞かねえんだろうし出てけっていうことですよね。自分が出てっちゃったんだろう。まあ吉村はアメリカへと旅立っていきましたと、はい、いうことですね。のですが、うん、結局は会社もアメリカでも吉村っていう名前もですね、もう全てを共同経営者に取られてしまって、うん、もう吉村は、オケラの無一文すってんてんになって日本に帰国することになったということですね。散々ですよ。本当散々ですね。ボロボロの無一文になって帰国した吉村を空港で出迎えたのは感動したはずの森明夫妻でした。奈美子さんと森明さんはですね、ポップが帰ってきたら再起するために鈴鹿にですねチューニングショップを立ち上げていたのですっていうことですね。まあ、そのショップこそが後に森脇エンジニアリングとなるわけなんですが、当時の森脇さんはですね、もう、吉村の技術に惚れ込んでおりまして、もう親父の技術を漏れさせるわけにはいかない、何としても再起できる場所を作らなければということで準備を進めていたんです、はい、ということですね。まあ、これ現在の森脇エンジニアリングですね、はい、まあ今でも、まあ、当然のことながらトップのパーツメーカーであって、まあ、世界でも日本でも活躍するトップのレーシングチームでもあるということですね。鈴鹿の森脇夫妻が住む長屋に身を寄せた吉村は決して打ちひしがれてはいませんでした。家族を集めて言った言葉は、もう一度アメリカでやらせてくれ、今度こそもう本土決戦だ、降りないね。もう言い出したら譲らない吉村を家族はもうサポートすることになりました。まさに勝負師吉村の真骨頂、勝負は最後まで絶対に諦めない、一刻も早くアメリカに戻って偽物を叩き潰す、うん、幸い日本国内でも吉村の集合感は飛ぶように売れたため、吉村と森脇は寝る間もないほどにパイプをガスで炙ってですね、マフラーをぐにゃぐにゃ曲げ続けたということですね。うん、まあ、ですんで、まあ、その森脇エンジニアリングのスタートは、まあ、この吉村のマフラーを作ったことからなんですね、最初はね。1975年、復讐の鬼と化した吉村は再渡米を果たします。吉村名義は偽会社に取られたため、新会社吉村 R&D を設立、本家の反撃に偽吉村も抵抗したがあえなく倒産、まあ、技術と執念、家族の結束がつかんだ復活劇でありましたということですね。軌道に乗り始めたアメリカの吉村のもとに一人の男が訪ねてきました。鈴木 GS750 の開発者、横内悦夫さんですね。その頃まだ鈴木はですね、イメージとしては2サイクルっていうことだったんですけど、まあ
大型車の、フォーサイクルエンジンのバイクまだ出していなかった、そういったイメージを覆すために心血を注いで開発した GS をレースでも勝たせる、そのためには吉村のフォーサイクルレースエンジンのノウハウが必要だったということなんですね。まあ話は早かった、初対面の吉村に GS の図面を見せるとその目の鋭さに、この人はハッタリじゃない本物だと感じた吉村はやりますかとだけ問いかけ、吉村はやりましょうとだけ答えたということですね。現在まで続く鈴木と吉村の付き合いの始まりであります。40年続く鈴木と吉村の約束に書面による契約は一切存在しないと言われています。約束されたことは3点、まあ1エンジンは吉村、2車体は鈴木が担当、3お互いに紳士的であること、もうこの3つだけです。嘘、本当です。クラーク博士みたいじゃんこれ。ポップ吉村なき現在も守られる男の口約束でありました。これは、ね、マジか。まあでもその通りのことをやってますよね、今だにね。いやまあまあそうだね、あ本当にね、あの森脇は車体もやりますけど吉村は車体やんないですよね。1977年アメリカの工場で作業をしていた吉村を悲劇が襲いました。配線のショートにより火花がガソリンに引火し工場が全焼してしまったのです。吉村は爆発を避けるために燃え上がるガソリンタンクを抱きかかえて脱出したことで、なんて無茶をっていうことなんですけど、顔から両腕にかけて重度の火傷を負うことになりました。やけども傷にもですね、吉村の勝利への執念は衰えを見せず、鈴木から提供された GS750、GS1000 のチューニングに没頭し、1978年、ついにアメリカ最高峰のデイトナを悲願の初制覇ですね。ウエス・クーリーですかね。ウエス・クーリーですか、ね、はい。そして次なる目標はもちろん、第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースですね。ここ、まあ、当初の8体はですね、もう市販車改造レーサーとかですね、もうあとは純レーサー、ツースト、もう何でもありのバトルロイヤルですけど、最大のライバルはなんといってもやっぱり、ホンダワークスチームの純レーサー、はい、RCB、無敵艦隊です、はい、無敵艦隊ですね、はい。ホンダを倒して日本凱旋、もう吉村にとっても負けられない勝負です。そして、吉村はこの GS1000、ホンダはワークスチームの RCB という戦いですね。吉村のライダーはアメリカで吉村に乗るウエス・クーリーとマイク・ボルドウィンですね。ホンダ勢のトラブルに助けられましたが、まあ、吉村もトラブルを乗り越えましてですね、奇跡の優勝ということですね。40年続く8体の初代ウィナーはメーカーのワークスチームではなく町工場の吉村がさらったのであります、はい、ということですね。その後も吉村は国内外のレースで活躍を続け、特にビッグイベントである8体では現在までに4度の優勝を記録、ゼッケン12は吉村の指定番号となり、8体ファンの多くはですね、まあ、吉村を筆頭とした、プライベーターの熱い戦いを期待して鈴鹿に足を運ぶようになりましたということですね。1978年優勝ですね、そして1年続きまして1980年も優勝ですね、はい、同じく GS ですね。それから第5飛びまして2007年、まあもうポップはお亡くなりになってますけど、優勝、そうね、香川選手と秋山選手かな、2009年優勝ですね、はい、これはノブアツなんか持ってたような感じですよね、確かね、はい。そもそも、ちょっとね、ここで、どんなことがレースチューニングなのかみたいなことのお話なんですけど、そもそもレースにおけるバイクチューニングとは一体どういうものかということなんですけど、これ市販車の性能をですね、グラフにするとこんな感じになると思うんですね。まあ、馬力はやや抑えられている、当然静かでなくてはいけない、で耐久性と燃費っていうのが、まあ、市販車にとっては一番大事っていうような感じなんで、バランスでいうとこうなるんですけど、まあ、それをですね、チューニングしてパワーを絞り出すっていうことはどういうことなのかっていうと、まあ、こんな感じですよね、まあ耐久性は低くなる、燃費も悪くなる、音もうるさくなる、そしてほんのわずかに、馬力が上がるということですね。まあ、これはですね、まあ、耐久性や燃費等の市販車に不可欠な性能を削ることによって、まあ、馬力や速さを得る取引のようなものなんですね。まあ、ですんでね、正直言って、まあ、失うものが多い割には得るものちょっとまあ、あんまりね、まあ、レースに出て優勝したいとかっていう人以外にはね、チューニングを僕のバイクチューニングしたいんですけどみたいな話はね、僕は正直言って個人的にはあんまりお勧めはしませんね、はい、まあ、失うものが大きすぎますということですね。
で、まあ、これは一般的なチューニングで、吉村がチューニングするとどんな感じのバランスになるかっていうと、こんな感じですね。なんかすいません、突き抜けてますけど、上の部分。まあ、耐久性大幅にもうカット。もうレースが終わるまで走ればいい、うん、だから8時間のレースだったら7時間59分持てばいいぐらいの感覚で作ってるよね。そして、まあ、燃費も当然ながらよろしくないですよ、まあ、ただ、突き抜けて馬力があるっていうような感じになるかと思います。吉村のレーシングチューンのもう一つの特徴はですね、軽量化と、徹底的なフリクションロスの低減です。せっかくの馬力を損なわないように、全てのパーツは軽く滑らかに動くように徹底的に削られて磨き上げられてきました。スプロケットなんかもですね、もう穴だらけです。もう何だったらね、コンロートにも穴を落としちゃう。あ、ここも上げちゃいますよ。クーラーエンジンの冷却ファンなんかにも穴開けちゃいます。シリンダーヘッドも薄くしてってね、しまいには穴開きました。まあ、そしてステップなんかもですね、まあ、もうギリギリの、強度だけあればいいということで、もうギリギリまで薄く、軽量化するために薄く肉を削られたステッパーですね、まあ、足を乗せた途端に折れたっていうひどい話なんですけど、まあ、それぐらい徹底的にやるっていうことですよ。まあ、森脇さんが言ってたのはもう常識外れのところまで一回削っちゃって、壊れたら肉持っていくっていうような、ね、持つところまで戻すか。そんな感じのこと言ってましたね。非常に手間のかかることをやってるっていう話ですね。エンジンの出力を上げればその分壊れるリスクも高まる。もうそれはもうね、もう夏になれば暑くなるくらい、もうそれは自然なことなんです。それはね、神と呼ばれた吉村のマシンであっても例外ではありません。実際に吉村の劇的な勝利の陰には早々にエンジンが壊れてリタイアしたレースの方がはるかに多いんです。そして、まあ、劇的な勝利を飾ったレースにしても蓋を開けてみれば、まあ、バイクを持って帰ってエンジンを開けてみたらもう中がバラバラになっていたからね。もう本当に際どい勝利が多かったっていう話を聞いています。勝つか壊れるか、それが勝負師ポップ吉村のレースです。常識なら一瞬にして壊れるほどに馬力を絞り出されたエンジンがまるで魂を与えられたように勝利という使命を果たすまでは奇跡的に走り続けた。まあ、本田宗一郎とポップ吉村、この2人はね、お互いに手を取り合うことはなかった2人ではありますが、この2人がバイクの世界に与えた計り知れないほどに大きなものとは、まあ、本田宗一郎さんはですね、これはもう日本のメーカーが世界最高のバイクを作るっていう、これはもう夢ですよね。ポップ吉村はですね、巨大な相手にも臆することなく立ち向かい勝利する、これはもう言ってしまえば、ロマンですよね。まあ、口に出してしまうとね、本当に陳腐な言葉になってしまうんですけど、まあ、夢とロマンっていうものですよね、これは。1991年に本田宗一郎、1995年にポップ吉村、2人の親父はそれぞれ天に召されました。もしバイクの世界に夢とロマンがなかったならば、まあ、これほど多くの人がバイクの魅力に取りつかれたでしょうか。今は亡き2人の大親父様へ、日いずる国のバイク乗りたちは今もあなたたちを覚えていますよ、ということで本日のお話はここまでです。ということでありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、よく覚えてますよ、もう吉村といえば、はい。まあ、今回このお話を書かせてもらうのにですね、はい、私はもう吉村にもうずっと付き添って見てきたように話しましたけど、大体ね、ここに書いてあったことです。出典元が吉村の伝説、これ、まあ、リリライターの富樫陽子さんですね。はい、まあ、これが書かれた本で、これね、なかなか面白い本ですね。引用させていただきました、ありがとうございます。みんなの代わりに読んできましたこれね、もっと詳しいことここに書いてありますんで、はい、お店に置いておきますから、興味のある方は読んでみてください。ありがとうございます。ここから二輪の伝説が始まりましたね。じゃあ本日はここまでということでありがとうございました。はい、どうぞありがとうございました。